天井山は東京都神津島村の神津島にある火山で、島内の最高峰。東山は838年7月29日に始まった噴火で火災流、火災サージを噴出後、火災球を形成し、最終的に溶岩ドームを形成したものである。古記録によると、関東、中部、近畿地方に荒廃し、840年10月に、 なっても噴出物はなお高温であったと考えられている。山頂部は比較的に平坦で、馬場池、不動地、千代池などの池が点在する。この平坦面の南西部には、それぞれ氷砂漠、裏砂漠と呼ばれる砂の堆積した地域がある。山頂付近の航空写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成最高地点は571.8メートルの三角点であるが、他に529メートル、524メートルなどのピークがある。また、東を値上がりに503メートルの串が峰がある。山頂付近から西南西に向けて、上津沢の谷がえぐられており、これによって西斜面は黒島と白島の二つに大きく分けられる。黒島と白島のそれぞれに、 登山道がある。上津沢は、神津島の中心集落の北部、神津島港の南で、太平洋に注ぐ。山頂部には東に2つの展望地があり、そのうちの一つは、東京都によって新東京百景に選定されている。展望地からは、伊豆大島、豊島、新井島、敷根島、三宅島、三倉島などが見渡せる。また、別の場所からは、 伊豆半島も望むことができる。ありがとうございます。